あなたはサイバー空間にもいじめの問題があることをご存知でしょうか。オンライン上で誰かを傷つけたり、嫌がらせをしたり、脅したり、恥ずかしめたりする行為のことをサイバーブリングと呼びます。サイバーブリングはインターネットの中から起こり、学校や塾やサークルといった現実の世界にまで影響することがあります。サイバーブリングの中には、嘘の噂を広めたり、対象人物を中傷する写真やビデオを投稿したり、偽物のプロフィールやブログなどを作られてしまうことまであります。そして何より知っておくべきことは、誰もがサイバーブリングの犠牲者になり得るということです。自分自身だけでなく、家族や友人も被害者になり得るのです。もし自分がサイバーブリングの被害に遭っていると感じたら、迷わず助けを求め、両親や先生に相談しましょう。そうすればきっと支援やアドバイスが得られることでしょう。決していじめと直接的に関わってはなりません。そしてとても重要なことですが、あなた自身がサイバーいじめに加担しないように気をつけなければいけません。現実であれ、デジタル世界であれ、いじめに会いたい人などいないからです。あなたのちょっとした優しさが、インターネットの世界に平和をもたらすに違いありません。